演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日こちらファミリーマートの抹茶商品3種のこれだけの抹茶あんぱん、上林春抹茶店監修ダブルクリームコンの抹茶クリームの方に、うまみ同じくうまみ監修のうまみ抹茶のクリームわらび餅、どれも美味しそうですね。開けてみるのも楽しみですね。それでは、チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。まずはこちらの抹茶あんぱんから食べていきたいと思います。中にきなこ入りのクリームが入っているんですね。これは気になりますよ。いい香りがしてきましたね。あんぱんなんで、でも上の手の小豆じゃなくて黒豆ですよ、ね、中身はこんな感じになってます。それでいただきます。わらび餅全然見えませんね。これこのクリームの底にあるクリームの後ろを下からすくい上げると確かに出てきましたね。プルプルのわらび餅、しかもこちらも抹茶、これは抹茶が堪能できそうですね。それでは、ラストはこちらの椎茸サンド、相変わらずふわふわですね。そして相変わらず椎茸ミルのアイテム、これに決めてくれます。中はこんな感じでます。これも黒豆入りですね。ではいただきます。最初に食べた抹茶あんぽんの噛んだ瞬間にきな粉の香ばしさとともに抹茶あんの衣の甘さが口の中に広がっていて美味しかったです。あんはいわゆる星あん系で、ちょっと上の方に乗っている黒豆の食感を出していて良かったですね。ただ抹茶がちょっと控えめだったかなという気がしますので、抹茶あんぱんとしてはこちらの点数とさせていただきます。そしてこちらのわらび餅クリームが、上のクリームのわらび抹茶と下のわらび餅の抹茶はそれぞれ違う味を出していて美味しかったです。わらび餅がプルプルすぎて、ちょっと一緒に食べづらかったかなというのは、ちょっとそこは残念でしたね。なのでいわゆる小さなわらび餅にクリームを乗っけるタイプだったら良かったのかもしれません。ちょっとわらび餅を一つまとめてしまったのはあだになっている部分がありましたので、こちらの分数とさせていただきます。そして最後に食べたダブルクリームサンド、こちら噛んだ瞬間に抹茶のほろ苦さとともにクリームの濃厚な風味が口の中に広がってきました。そしてちょっと小豆が入っていて、それでまた食感も味わうことができて良かったですね。なので今回の中ではこれが一番美味しかったかなというわけで、これをこちらの点数とさせていただきます。抹茶堪能させていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンドです。